今年2024年2月、オーストラリアが増強を続ける中国の海軍力への対抗策として、自国の海軍戦力の再整備計画を打ち出し、その中には汎用性の高い水上戦闘艦であるフリゲートを最大で11隻調達する内容が含まれていることが伝えられたよ。このニュースがことに日本で大きな反響を呼んだ理由は、その11隻のフリゲートの候補にドイツの MEKOA200、スペインのアルファ3000、韓国のテグ9と誤して日本の最上型の名が挙げられていたという事実からだな。さて今回は海上自衛隊の最新鋭の水上戦闘艦最上型の今後について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、日本の最上型護衛艦は海上自衛隊の水上戦闘艦艇として最新型のフリゲートであり、同隊では初となる艦式号 FFM を与えられた艦艇で、多用途で対機雷戦闘までも包括したその艦型から新時代の水上戦闘艦として知られていたよね。この最上型が他国オーストラリア海軍の取得の検討の候補に挙げられたことは日本国内に止まらず、世界的にも前述したような特徴が評価されたものと受け取られており、今後の展開推移の続報にも注目が注がれているんだ。最上型護衛艦は今年2024年3月には6番艦となる阿賀野が就役を迎える予定で最終的な準備が進められており、すでに7番艦の仁淀と8番艦の湧別も昨年2023年に進水を終え、順次就役を行っていく過程にあるよ。さらに名称は未定ではあるものの、最上型は2023年度までの予算で残り4隻、トータルで12隻の建造が行われることが決定されており、これらも1年に2隻のペースで収益していく計画であることが明かされているな。最上型護衛艦は基準排水量で3900トン、満載排水量で5500トン、全長で 133.0 メートル、最大幅で 16.3 メートル、深さで 9.0 メートルの艦体に、ガスタービン機関1機とディーゼル機関2機を合わせた CODAG 方式のエンジンを搭載しているぜ。この CODAG 方式の機関は最大で7万馬力の出力を誇り、これによって最大で30ノットの速力を発揮、ステルス性を重視した艦体、およそ90名という消費とかを突き詰めた搭乗員数を実現しており、新たな護衛艦のあり方を示しているってわけだ。最上型は当初は前述した12隻という隻数ではなく、最大で22隻までの建造が示唆されていた時期もあったが、昨年2023年8月末にその隻数となることが打ち出され、以後はさらに新型の FFM の新造が実施されることとなったよ。この方針転換の理由は現時点では定かではないんだけど、最上型の主兵装はアメリカ製のマーク、41VLS の16セルとされてきたが、新型 FFM ではこの数が倍増の32セルとなると目されており、より戦闘力を高めたものとなることが予想されているね。そもそも最上型はこの主兵装たるマーク、41VLS の16セルも10番艦までは後日装備として建造時には搭載されておらず、建造当初より実装された状態となるのは11番艦と12番艦の2隻のみという、少し心もとない状況ではあったぜ。この点をしてオーストラリアが調達予定のフリゲート11隻に最上型の名が挙げられたとはいえ、戦闘能力に疑義を唱える声が一部から寄せられていたことも事実ではあるが、個人的には単に予算上の問題のように思えるな。したがって最上型護衛艦が現時点で建造済みの艦艇に、主兵装たるマーク、41VLS の16セルが搭載されていないことをもって、その戦闘面での運用に問題があるかのような言説はあまり意味をなさない抽象地味た指摘とも取れるよな。さてオーストラリアの件はさておき日本の新型 FFM の概要であるが、こちらは基準排水量で4880トン。満載排水量で6200トン、全長 142.0 メートル、最大幅 17.4 メートルの艦体に、最上型と同様の CODAG 方式のエンジンを搭載する模様だね。この新型 FF が搭載する CODAG 方式の機関の出力などのスペックはまだ伏せられているが、最大速力は最上型と同等の30ノットが確保されると目されており、
高速性能と燃費の両立を基としていることは間違いないみたい。新型 FFM は開示されたスペック上で最上型と比して、基準排水量で980トン、満載排水量で700トン、全長で 9.0 メートル、最大幅で 0.9 メートルほど艦体が大型化される予定であり、これを考慮すれば機関部も強化されるんじゃないかな。最上型で16セルであった紙幣装のマーク。41VLS は新型 FFM ではこうした艦隊の大型化もあって、前述した通り倍増となる32セルを搭載すると予想されており、対艦対戦対空対地の各分野の攻撃力の向上は間違いないぜ。願わくば最上型で10番艦まで後日装備とされた紙幣装のマーク。41VLS を、今後の新型 FFM では建造と同時に搭載されることを期待するが、防衛予算案の増額が図られらた今であればその点も考慮されるものと思いたいな。最上型護衛艦ではその企画に際して、実際に建造を担う造船企業側からの提案を募る方式が初めて実施されることとなり、当時はこれに三菱重工業社と三井造船社とジャパンマリンユナイテッド社の3社がこれに参加したよ。選考結果は三菱重工業社の企画が採用され2番手は三井造船社であったことから、全12隻を全社が主契約者として10隻、後者は下請け事業者として2隻の建造を担当したが、このうち後者は業界の再編のため三井 E&S 造船社を経て三菱重工マリタイムシステムズ社へと変化したんだ。こうした流れをたどったこともあり、最上型護衛艦は結果として三菱重工業者と三菱重工マリタイムシステムズ社という、両社が共に三菱系の造船企業が建造を担う形となり、是非は別としても集約化されたと言えるね。新型 FFM においても先行形態は同様の形が取られたが、企画提案に参加を行ったのは三菱重工業者とジャパンマリンユナイテッド社の2社のみとなり、ここでも前者が主契約者の座を獲得し、後者は下請け事業者となったぜ。ジャパンマリンユナイテッド社といえば、今まさに航空母艦化改修の渦中にあるヘリコプター搭載護衛艦艦種記号 DDH の出雲型2隻を、建造した実績を持つことでもよく知られているが、日本の護衛艦の建造は今やこの2社しか受け負えないとも言えるな。こうした状況は日本の防衛産業全体を俯瞰してみた場合には、選択肢が減少してしまうという由々しき事態ではあると思えるが、特殊な産業でもあるため、建造に実績を要求することは避けられず、今後も新規参入は困難だろうね。新型 FFM は防衛予算上では2024年度分から2028年度分までの5年間で12隻を建造することとなっており、主契約者である三菱重工業者が8隻、下請け事業者であるジャパンマリンユナイテッド社が4隻を受け持つ予定だと目されているよ。初年度の2024年の防衛予算案では新型 FFM の建造費用としては、2隻で1747億円1隻あたりではおよそ873億円が盛り込まれており、これは最上型護衛艦が1隻あたりおよそ470億円ほどであったことに比してかなり増加したようにも見えるんだ。ただしこうした背景には世界的な物価高騰の基調など経済的な状況を反映したであろうことや、当初より紙幣装のマーク、41VLS の32セルの取得を含む可能性もあり、一概に金額のみを取り出して論じることには意味は薄いかもしれないな。ちなみに最新型の汎用護衛艦艦種記号 DD の旭方の場合、基準排水量で5100トン、満載排水量で6800トン、全長 151.0 メートル、最大幅 18.34 メートルの艦体にマーク。41VLS の32セルを搭載、その建造費はおよそ700億円と近似値ではあるぜ。新型 FFM の場合、規模的にも兵装的にもベースである最上型よりもこの旭方護衛艦に近いものが感じられ、建造費も含めその用途もそれに近い、いわば FFG ミサイルフリゲートとみなす声も聞かれるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。